私たちのカフェができました。湯飲みカフェという名前になっております。 You know me と湯飲みをかけたカフェですね。はい、ではちょっと中に入っていきましょうか。 Welcome to 湯飲みカフェ。 Please come in. This is our new cafe. そうですね、It actually was a really old house, but we remodeled everything and so now hopefully everyone can feel really comfortable here.So, please come visit us. 中も少し見てみましょうか。見てみましょうか。畳の部屋もあるんで、こんな感じですね。うん、皆さんがね、本当にリラックスしてね、ちょっと時間過ごせたらいいなと思いますね。はい。日本のおもてなしができる、なんかカフェが、だったらいいなと思ってます、ね、はい。でここのスタッフはね、英語ができるスタッフが多いんで、そうなんですよ。ぜひ来てね、英語で注文したりとかね、もうぜひぜひ。 Do you know what this is? もちろん This is wasabi で、この前はですね、わさび園に行ってきたんですよ。そうなんですよ、わさび園のところ、山の上の、ね、なんとね、わさび園の方がね、これを送ってくださったんですよ。ってくださったんですよ。今日はですね、ちょっとこの後にステーキで食べたいと思うんですよ。そうなんですよ、なんかこのわさびとステーキがとても合うと、はい、では今からですね、ステーキを焼いて、はい、生の本わさびを吸って食べていきたいと思います。ね、わさびのね、釣り方をちょっとお教えします。初めてですけど実はですね、これをね、丸くね、のの字にね、してね、やるといいらしいんですよね。はい、このてっぺんのところが一番美味しいらしいんですよね。この感じ、まるまるもりもり。トモ、ステーキはまだかな。もうちょっとでできますよ。はい。結構いい感じ、美味しそうにできたんじゃないかなと思いますね。それではちょっといただきます。じゃあちょっと乗せます。はい。わあ、結構多いけど。はい。いけるかな。ちょっとわさびも乗せて。美味しい。私もいただきますね。うん、結構ソフトな感じですね。なるほど、うん、じゃあちょっといただきたいと思います。美味しい。甘くなりますね。いける。わさびってやっぱりいいですよね。結構ピリッとツンと抜ける感じがあって、うん、でも肉自体の味も美味しくて、油と合わさってすごい甘くなりますね。いや、わさび園の方に本当にありがたいですよね。ねえ、美味しいものを送ってくださってね。うん、でもあれですよね、日本と海外の文化を、ね、融合するとまた面白いものができますよね。いや、そうですね。こんな美味しい文化ができるのであればね、ねもっとどん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 合わさっていきたいですね。そうですね。 Let's smile English!